上曽根遺跡は大阪府和泉市にある弥生時代の拠点集落です。当時の大阪平野には縮小しつつある河内湖という湖があり、数多くの拠点集落が存在していました。池上曽根遺跡は弥生時代前期に集落が営まれ始めました。前期の集落は南北270メートル、東西160メートル、面積は 3.3 万平方メートルです。中期の終わり頃、紀元前1世紀には集落は最盛期を迎えます。後期になると環濠は維持されなくなり、小集落に分散していくようです。最盛期の中期終わり頃には集落は二重の環濠が巡らされており、内側の環濠の中央付近に大型建物がありました。内側の環濠の中は平坦な地形ではなく谷状の地形があったようです。大きな谷の北側は掘立柱建物が、南側一帯には建穴住居がありました。外側の環濠のさらに外には方形集坑墓が見つかっており、墓域が形成されていました。集落の北東には自然流路があり、大阪湾に注いでいました。周辺には水運を利用した船着き場があったと想定されています。中期の内側の環濠の規模は東西南北とも320メートル、面積は 8.1 万平方メートルに及びます。さらにその外側にも環濠が巡り、計450メートル、面積は12から14万平方メートルに及ぶと推定されています。なお、近畿地方における中期の拠点集落で環濠を巡らせているのは唐子鍵遺跡と池上曽根遺跡だけのようです。現在の池上曽根遺跡は中心部分が国の史跡として整備されています。入り口から中に入ると最初に目につくのは復元された環濠です。環濠は幅 1.3 から 2.5 メートル、深さ 0.6 から 0.9 メートルの溝が2畳平行していますが、これらは時期差があり同時に存在していたのではないようです。さらに進むと2棟の掘立柱建物とその奥に巨大な掘立柱建物が見えてきます。当時はこの一帯には多くの掘立柱建物が建っていたようです。大型建物の前に設けられた井戸です。クスノキをくり抜いて作られており、直径は2メートルです。下の方には四角形の穴が5箇所開けられています。周囲から水を集めるためのもののようです。復元された井戸枠は全国最大のくり抜き式のものです。屋根を持つ井戸としては最古のもののようです。井戸の南側一帯は掘立柱建物のエリアでした。大きなものではなく作業小屋が想定されています。こちらは壁のない作業小屋として切妻屋根の掘立柱建物が、こちらには手前は吹き抜けですが奥は草壁を持つ掘立柱建物が復元されています。復元建物の東側には2本の巨木が建てられています。長さは6メートル以上あり、再生と繁栄を象徴的に示すシンボルとして建てられていたと推定されています。大型建物の前には石器製作の石材であるサヌカイトがまとまって埋められていました。用途は分かっていません。また和歌山県紀の川流域の結晶片岩製の石包丁を多量に生産しており、自家消費する分以外にも交易品として生産もしていたようです。池上曽根遺跡の最大の見どころである大型建物です。大型建物は4回の建て替えが行われ、5棟が建てられていたことが分かっています。復元されているのは最後の5棟目の建物です。26基の柱穴のうち18基の柱穴から中根が見つかりました。材質はヒノキとケヤキです。この大型建物は東西 19.5 メートル南北7メートルの長方形の建物で、面積は135平方メートルある巨大なものです。南北の柱列の間には独立棟持ち柱と呼ばれる棟木を支える柱が4本あり、建物を支えています。
1階は吹き抜けで、2階部分に床を持つ構造として復元されています。大型建物の性格については、神殿とする説や複合的な機能を持つ共同体の共同施設とする説などがありますが、結論は出ていません。池上曽根遺跡が注目を浴びたもう一つのことは、弥生時代中期後半の実年代が明らかになったことが挙げられます。年代を測定する方法は放射性炭素年代測定が有名ですが、ここでは木の年輪幅の変化の仕方に着目した年輪年代法で分析が行われました。これによって、この大型建物の柱の伐採年が紀元前52年であることが判明したのです。これは当時の弥生時代中期後半の年代間が紀元1世紀頃と考えられていたことから、最大で100年ほど遡ることになり、研究者たちに衝撃をもって受け止められました。中期後半の年代が引き上げられたことに伴って、後期の開始年代も遡ることとなり、弥生時代後期の歴史事象の捉え方にも影響を与えることとなりました。池上曽根遺跡の発掘調査は、国道建設に伴う事前調査として2万平方メートルを超える当時としては空前の規模の調査でした。このため、調査体制、調査方法、成果の公表など様々な試みが行われ、現在の調査体制、調査手法、公開方法の基礎が作られた調査となりました。調査では遺物の総量は100トンを超え、弥生時代前期間を通じて集落が継続して営まれていること、各種の遺構が濃密にかつ良好に残っていること等が分かりました。こうした成果は、近畿地方の弥生時代の集落は 5、6キロメートル 間隔で拠点集落が連結し、生産や流通の核となり、各拠点集落の周辺に小集落を伴って社会を構成しているという現在の弥生時代集落論の基礎が形作られるきっかけとなりました。このように拠点集落として大きな存在感を示す池上曽根遺跡ですが、農耕集落の発展系なのか、すでに都市と呼べる段階に到達しているのかという新たな議論を巻き起こすこととなり、現在も論争が続けられています。